ないだろうし、今週末には会えるんじゃないかな。球場には来るだろう。ね、エンゼルスは10月1日のホームゲームで、今シーズンのチームの連続の最優秀投手の表彰式を行う。田中の先頭いてよ。喧嘩したらみよ。投手としてチームトップの10勝をマーク。L。スネスネクに帰りました。これは長打でチームトップの成績を残す大谷、今週末セレモニーに登場する可能性が高そうです。長打長打長打。そして気になるホームラン王争い、レンジャーズのガルシアが37号ホームラン、大谷に7本差と迫ってきました。さて大谷翔平選手のホームラン王が徐々に近づいてきています。1位が大谷翔平選手、44本今シーズン終了しました。そして2位につけていたロバートジュニア選手なんですが、38本打っていましたが、左膝の負傷で負傷者リスト入りしました。これによって今シーズンが終了ということになっています。そして現在3位のガルシア選手、今お伝えした通り1本打ちまして37本、ジャッジ選手35本で残り6試合。最終戦は来週の日本時間月曜日10月2日です。大谷選手のホームラン王が6連勝。